Inter FM Music Clock. Music Clock. With the first time. Today's Morning K-Pop. 10月27日水曜日朝8時を回りました。インターFMミュージックロックイザファーストタイムズ、改めまして DJ の平井玲奈です。ここからは Today's Morning K-POP、 K-POP の最新ニュースやアーティストの朝生ボイスをお届けします。今週ピックアップしているのは12人組ガールズグループルーナ、今月の少女。昨年韓国でリリースしたミニアルバムミッドナイトがビルボード200にチャートイン。世界49カ国の iTunes アルバムチャートで1位を獲得するなど、グローバルな地位を確立したルーナ。今年リリースした最新ミニアルバム&でもアメリカ iTunes アルバムチャートで1位を獲得。さらにこうした功績から韓流文化大賞のソウル市議会長賞を会議長賞を受賞するなど、国内国外両方で評価を上げています。世の中のすべての少女たちはいつも私たちと一緒にいて皆平等、自由を得る価値のある存在であるというメッセージを掲げ活動する彼女たち。世界が注目するルーナが先月待望の日本デビューシングルをリリースしました。韓国を代表する音楽クリエイターと日本のクリエイターがタッグを組んだフラフープ、スターシード、覚醒、まさに K-POP と J-POP の垣根を越えた楽曲となっています。それでは今日も聴いてみましょう。ルーナの皆さん、曲紹介をお願いします。こんにちは、インターFMミュージックロックをお聴きの皆さん、せーの、こんにちは、ルーナです。高音です。私の朝スキルを切る方法はストレッチで、チャレンジしてみてください。ヒジンです。これからオーネアするフラオプはありのままの自分、素直な自分でいようと、いようポジティブなメッセージの曲です。ポップで楽しいリズムの中毒性のあるサビがポイントです。それでは聴いてください。フラオプ以上、ルナでした。Going round.